はい、皆さんこんにちは。ミュージックから音楽教室の澤田です。じゃあ今日はですね、こちらメタルクラリネットっていう楽器をね吹いてみたいと思います。これはですね、私がもう10年ぐらい前でしょうかね、オークションサイトで、見つけて手に入れて、そして全然音が出なかったんですね。約100年ぐらい前の楽器だそうで、もうボロボロだったんですけれども、ウィンズクラフトっていうところで、リペアのね専門の、お店なんですけれども、そこでいくらかかったかな、5万ぐらいかけてしっかり直してもらって、曲がりも取ってもらって修理してもらって、ちゃんと音が出るようにしたシルバーのメタルクラリネットという楽器です。ちょっと近くで、でキーの配置とかはですね、もう全部クラリネットなんです。でクラリネットって皆さんね、木でできてるでしょう。ですけれども、これはですね、金属なんです、すべて。で、金属のクラリネット。まあ、ソプラノサックスにもよく似てますよね、そういう意味ではね、素材の感じでは。さあ、果たしてこれ、どんな音がすると思いますか？では、この後一曲聴いていただきたいと思います。さあ、ね、皆さんいかがでしたか？こちら、ね、シルバーメタルの、ね、クラリネット、まあ、なかなかこう吹ける状態でね、こうやってあるっていうのは非常に珍しいと思います。私も今までね、まあ、壊れた状態の楽器、ね、シルバーのメタルのクラリネット、壊れたものだったら見たことはあったんですけれども、本当こうウィンズクラフトさんでね修理していただいて、まあ、吹けるようになったっていうのは本当にまあとても良かったなと。で吹いてみて思うのが、やっぱり木製のねクラリネットの方が、そうですね、豊かな響きがしますね。やっぱりそうね、この金属だとソプラノサックスはもうちょっとね響くんですけれども、ちょっとまあソプラノサックスマイナスちょっと響きっていうような、そんな感じがします。ではまた今度、そうですね、また今度吹き比べしてみたいですね。一つの曲の中で
木製のクラリネット、それからプラスチックのクラリネットもありますからね。そしてこの金属の、ね、クラリネット、一曲の中でこう吹き分けてみるとまたその違いをねよく感じれるかもしれません。こういったまた動画ね、いろいろ撮影してアップロードしていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いいたします。そして、インスタグラムもやってますので、インスタのフォローの方もね、皆さんぜひお願いいたします。今日はありがとうございました。